俺の名前は小峠かぶと。君にしか頼めないんだよ。いいだろう。村田さん、ちょっと待ってくださいよ。かつてない無茶ぶりにおののくアラサーの極道だ。商売ってのはどんなものでも乗客というものがいる。今週分の雑誌お願いしますね。ええ、またお届けしますので。例えば本屋なら病院や理髪店など雑誌を定期的に買ってくれる店舗。一昔前なら高級クラブで札束を撒き散らすお大臣な社長。ほーら小遣いだ、好きなだけ取り。いやー、社長さん太っ腹、愛人にして。そういう連中が乗客と呼ばれていただろう。そんな乗客は俺たち極道にもいる。先生にはいつもいろいろとお世話になってますから。いやいや、大したことはないよ。それがこの村田医師だ。この村田さんはおやすさんの古い知り合いだ。どうだね、首の方はワクチンを打っているかね。おやすさんは2回終わってますが、若い者はまだ。君たちの家業はギリことが多い。うちで打ってやろう。その縁から組内での様々な厄介ことに1枚噛んでもらっている。例えばうちの若いやつの中でも稀に役に手を出すバカがいる。ありけ、金を貸してくださいよ。役を打たないとしんどいです。バカ野郎、なんで手を出しやがった。昨今の若いやつは薬物を甘く見ている。裏社会で生きている関係上入手も容易だ。波紋にすればサスに捕まった際にうちへ類が及ぶ可能性がある。輪切りにすんぞ雑魚。小峠、先生のところに放り込んでこい。はい、そういう時に頼りになるのが村田医師ってわけだ。先生のところへ連れて行けば診断から応急処置。施設の方は私から連絡をしておこう。君たちはそれから彼を連れて行ってくれ。本当にすみません。さらには薬抜きのリハビリ施設の手配など面倒を見てくれる。ぶっちゃけ先生は首の運営に欠かせない人だ。ところで君たちに一つ頼みがあるんだが、ちょっと場所を変えたいんだ。おお、はい。なので多少の無茶くらいなら断るという選択肢はない。人の目がある場所では話せないということで、俺は店の裏へ場所を移した。それで頼みというのは何ですか？私の妻をさらって閉じ込めてほしいのだ。先生の吐いた言葉を俺はこの時聞き間違いだと思った。俺たちは仕事上他の組のやつをさらったり監禁することがよくある。遺言言え。残念だがお前に明日は来ない。時には舐めたやつを消すことだってやらねばならない。だけど仇からこんな形で依頼されるのは初めてだ。奥さんをですか？ああ、私の妻をさらってほしいんだ。聞き間違いであってほしかったが、俺の耳は正常らしい。あまりのことに呆然としていると、先生はなぜか恍惚とした顔で理由を語り出した。彼女は私より15歳年下の素敵な女性なんだが、少々勘違いをしていてね。はい。すでに嫌な予感がビンビンするが、ことがことだ。理由くらいは掴んでおいた方がいい。先生の話だと、彼は妻を愛するあまり、その行動を激しく束縛していたらしい。彼女の居場所から何から全てを常に把握しておくのは夫として当然だろう。そうですかね。俺というか世間一般から見てもその執着はアウトである。当然奥さんはそんな生活に耐えきれなくなり、あなたとは付き合っていられないわ。実家に帰らせていただきます。待ってくれ、ユミコ。生まれたばかりの子供を連れて別居してしまったそうだ。先生は何度も復縁を申し込んだのだが、私は反省した。ユミコ、考え直してくれ。自由を与えるから。あなたのその言葉はもう聞き飽きました。相手から色良い返事が来ることはなかった。それで二人でもう一度話し合うために奥様を皿へと。いや、言葉による説得は諦めた。だからさ、もう体に教え込もうと思うんだ。どう聞いても悪い冗談にしか聞こえないが、先生の目がマジだった。さらに出された条件がヤバかった。拘束したら妻にさ、薬を打ってほしいんだよ。なんですって、本気ですか？なんと1週間の間、1日2回の間隔で奥さんに薬を打つというもの。そして夜に私が妻を説得する。そうすれば彼女も気が変わるだろう。ああ、こりゃ相当イカれてるな。口では説得と言っているが、彼が考えていることは説得にはほど遠い。先生には日頃から世話になっているが、こればかりはあまりにもリスクが高い。さすがに私の判断では返答しかねますので、一度持ち帰らせてもらえませんか？もちろんだ。親分にもいい返事を期待していると伝えてくれ。そんなわけで俺は一度組に判断を仰ぐことにした。そうしておやすさんに相談したのだが、帰ってきたのはゴーサインだった。あいつに抜けられると何かときつい。今回は手伝ってやれ。しかしリスクが大きすぎませんか？殺に知れたら。フォローの人員は出すから、うまくやれ。こう言われちまえばおやすさんに怖さからえねえ。
正直に言えば今回のことはひどく気が進まない。兄貴、本部からの応援が来ました。ああ、何の落ちたもない仇を的にするなんて俺の信じる極道の美学に反するからだ。しかしその心も親の命令だと曲げなきゃいけないのが極道のルールだ。小峠、今日は女をさらうんだろ。俺に任せとけ。兄貴、先生の嫁さんですんで、おやっさんからはくれぐれも丁重に扱えと。須永の兄貴は無類の女好きで、それが高じて敵対組織の女の口を割ることを専門にしている。おい女、幹部のやさを教えろ。出ないと全身の穴に火鉢突っ込む。尋問中に気が狂っちまった女は数知れず、しかも喧嘩になればドスで刺しながら相手の喉に噛みつくんだ。口の中にチタン製の牙が植えてある。ついたあだ名がバイティング須永。しかし須永の兄貴を差し向けるとは、おやっさんもこの依頼はマジということか。小峠、早くその女の居場所を突き止めろ。待たせたら頸動脈を噛み切っちゃうから。はい、わかりました。ちなみにこれは嘘じゃねえ。射程数名はマジで噛みちぎられてる。嫁さんの方は思ったより手厚く捕まえることができた。何、助けおとなしくしとけ。そうすりゃガキは生かしてやる。彼女が抱いていた赤ん坊を人質にする兄貴のやり方には並行したが、こうして先生の指定した場所へ彼女を閉じ込めると依頼通りに処置を行った。何なのそれは。いや須永の兄貴がやってくれて助かりましたね。手を下してないだけで俺たちも同罪だ。それでも直接壊すのに比べれば全然マシだが。そして夜になればやってきた先生が奥さんと二人きりになるのだが、なんで俺が仕込んでる女に他の男が手を出すんだ。須永の兄貴、落ち着いて。それが気に食わない兄貴は俺たちに壮絶な八つ当たりをかけてくる。理不尽なことこの上ないが、心理的には少し助かった。大丈夫ですか兄貴。須永の兄貴は飯を食いに行くと出て行きました。痛い目を見れば罪悪感だって少しは薄れるからな。そんな胸くその悪いことに加担すること数日。どうすか先生、守備の方は。上々だよ。このまま行けば間もなく可愛かった彼女に戻ってくれる。ここに来てから嫁とは顔を合わせていないが、計画は順調に進んでいるらしい。できることなら助けてやりたいが、それは組を裏切ることと同義だ。小峠、輪切りにして人間いかめしにしてやる。目玉をくり抜いて串刺しの刑の方がいいよな。兄貴たちに狙われたら命がいくつあっても足りない。そんな風に日々悶々としていた俺だが、のんきり悩んでいられない事態が起こった。ここに由美子がいるのは間違いねえ。すぐに探したぜ。えい。突然監禁場所にヤクザが乗り込んできたのだ。なんとあの嫁は別居中に他のヤクザといい仲になっていたのだ。なんだてめえらは。うるせえ、俺の女に手を出しやがって。この芸能が寿命を粗末にするとは珍しいハゲだな。敵味方ともに引き金を引きまくる激しい銃撃戦。スリルスリル。朝の星占い1位だったから俺には当たらねえ。ベビベビベビー。兄貴、陰に入ってください。あの女、こういう意味でも役持ちだったのか。言えた義理じゃないのは百も承知だが、そうこうしている間に銃撃戦に参加している人間は一人また一人と死んでいく。うま兄貴。須永の兄貴も腹に2発銃弾を浴びて倒れた。射程もやられて向こうは二人に、こっちは俺一人。さっさと奴を始末して女を奪い返すぞ。ひっけ。もはや万事休すかと思ったその瞬間だった。なんと須永の兄貴が起き上がり、近づいてきた奴らに襲いかかったのだ。兄貴は自分に近づいてきた手下の首を一瞬で食いちぎると、死にさらず。なんとそのまま奴らのリーダーを撃ち殺したのだ。俺はまた屈強な兄貴に命を助けられることとなった。いては星占い1位じゃなかったら多分死んでたわ。ラッキー。兄貴、まだ死ぬかもしれませんって。早く医者に行きましょう。俺は下の者を呼んで兄貴を闇医者に運ばせた。こんなことがあったので先生たちの安全を確認すべく急いでいくと、先生、おお。俺を迎えたのは血の海となったベッドだった。そしてその上では真っ赤に染まった先生と奥さんの遺体が転がっていた。双方に刺し傷はある。もしかして相打ちになったのか。おそらく奥さんが先生を刺した後、刃物を奪われて逆襲にあったというところだろう。すみません、死体が相当多いです。処理の手配してもらえますか。何があった。先生の嫁がヤクザの愛人だったらしくて、そいつらに勝ち込みを受けました。今回のことにメリットなど一つもなかった。ただ須永の兄貴が重傷となり射程を失っただけ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では
人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。